私の心に触れないで、簡単にわからないで、狭い廊下走り抜けて、今は知れない。やっぱりこう僕を救ってくれたので、本当に結果で恩返しするしかない。小4ですかね、4から中3ぐらいまでですかね、もう学校行ってなかったんで。ちょっと休んでこう聞かれるじゃないですか、小学校の時って。なんで休んだのって言われるのが多分嫌で、そのままズルズルズル行っちゃったみたいな。1年生の1年間はやっぱり教室の中でも自分の世界に入ってしまってる、そういう表情を見せてる時は多々ありました。気をつけていたことは、必ず彼に1日1回話しかける。それは違うよとか、それは間違ってるからっていうのをはっきり言ってくれる先生で、あ、この人本気で向き合ってくれてるんだっていうのは思いましたね。第二の母親っていう。仲間であったりとか先生っていうのに出会って、すごい人って素敵だなって思えるようにもなったし、人と話すの楽しいなっていう。少しでもいい順位でタッチして、オリンピックではメダルをかけてあげたいなっていうふうに思います。